2、3年生の頃から自分の選択肢を多く持てるようにと思って、ちょっとずつ勉強は続けていたんですけど、実際に、しっかり就職活動したのはもう本当3月とか就活が始まった時に周りに影響されてやばいなと思って、就職活動を始めました。で、最初は住宅系っていうのを考えてなくて、まずいろんなところの企業を知るところから始めようと思った上で、いろんな合同説明会、企業説明会に行って、いろんな企業さんを知って住宅に絞りました。面接の時の愛想まず入るところ、入室する時から面接官の人とがっつり目合わせて、もう終始笑顔で一生目離さへんみたいな、なんか向こうが面接官の人が話していることにも全部相槌言ったり、いろんなことに笑顔でずっと対応して、退出する時もずっと目を合わせながら笑顔で出ていくっていうことを徹底したら好印象って言われました。もう少し早めに自己分析とか、自分がこういう仕事をしたいっていう目標だったり、こういう仕事がしたいっていうのがはっきりできてれば、もっと早くに動けたんですけど、自分が何したいかが、何をしたいかがはっきりしてない時期が長かったので、自己分析っていうのは早い段階でした方がいいなとは思います。今年の4月から社会人1年目ということで、たくさんチャレンジして失敗していろんなことを学べる1年にしたいなというのと、おいおいは大和ハウス工業でしっかり営業ができるキャリアウーマンを目指したいと思います。行動するしかないと思います。